こんにちは、原沢寺さんです。今日は金魚草の2回目の切り戻しをしたいと思います。花の説明は動画の説明欄に貼り付けておきますので、後ほどゆっくりね、ご覧いただきたいと思います。前半に金魚草の2回目の切り戻しの実演、後半に超満開にする方法4選を伝えますので、最後までね、ぜひご覧いただきたいと思います。全体的にはこんな感じです。はい、それでは早速ね、切り戻しをしていきたいと思います。今ね、いくつか何個かね、まだ金魚草が咲いてる状況なんですけど、これ一度ね、満開になって、1回目の切り戻しをして、これ2回目のね、満開になる前なんですけども、これもう一回ね、長雨でね、ちょっとこう、元気がないんですよね。ですからここで切り戻しをして活力を与えてですね、超満開にこうチャレンジしようかなということでね、今日は切り戻しをしていきたいと思います。まず切り戻しですから、鉢にね、まず沿って切っていきます。よろしいですか。鉢から出てるところはね、もうカットします。はい、こんな感じでね、鉢から出てるところを、外側に合わせて、カットしていこうかなと思います。こんな感じでね、ザクザク切られていいと思います。またね、すぐ戻ってくれますからね。で、基本的な切り方なんですけども、基本的な切り方はですね、ここに例えばここに花がありますけど、これ摘心という場合はですね、これ一番先で切るんですね。こんな感じでちょっ切って切りますけども、今日は切り戻しですから、もうちょっと下からね、葉っぱでいうと、3枚目ぐらいのとこからね、3枚目の上ぐらいでちょっ切んと切る、これ基本的なね、切り方になるかと思いますけど、今日ね、それを一回一回取ると結構たくさんのね、花芽がついてますので、今日ざっくりね、切っていきたいと思います。今日はね、鉢の縁が出ているところはもうまず切るということですね。形を良くするためですね。こんな感じで見えますかね、皆さん。こんな感じでね、一個一個見るとちょっと丸くなったような感じがしますけどね、外側の四角に合わせてね、あらかた切ったんですけどね、風通しが良くなるようにね、切りましたんで、はい、これでまたね、こんな感じでね、それぞれが丸く咲いてくれるのかなというふうに思います。でね、カットしたらね、まずやることがありますね。今切ったですね、葉っぱがね、結構落ちてるんですね。これは残さないようにあらかた取ります。取ったらどうするかというと、まずね、やることがあります。こういったものでね、切り口の消毒と虫病気の予防ですね、ということで、これでね、消毒をやります。シュッシュッシュッとね、根元から。で、反対側もね、シュッ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 とやって。よ
して全体的にね切り口を消毒します。入念に消毒をしてほしいと思います。で、これをやったらですね、あとこういったものですね、加工性肥料、これをね必ず切り戻しとか摘心の後はねあげてください。そうですね、これは結構大きいですかね、プランター。これにこういったものが流状になってますよね。で、まあ、2個ずつ表裏に、表と裏に上げておけばいいかなと思いますね。足の縁にねやってくださいね。はい、これでね、切り戻しの完了ということになるんですけども、あとねこれを超満開にする方法ですね、これ実はですね4つあるんですよ、4つ、これ今から引き継ぎやりますね。超満開にする方法4選の1つ目、環境なんですね、この花ですね日当たりと水はけの良い環境を好みます。非常に暑さに強くですね、高温も OK なんですよね。ですから夏場もね外で、日当たりの良いところにね管理をしてほしいと思います。2つ目、水やりなんですね。実はこの花もですね乾燥気味を好むんですよ。ですから葉がしおれるくらいになったら水をやる。ちょっとね葉がこう下へ落ちてくるんですね、ピッとね下の方へね。その時にねこれ水やりのサインですから、ぜひやってほしいなというふうに思います。3つ目、肥料なんですね。春と秋にですね少量やればいいんですね。で、生育を見ながらね薄い液を水代わりにやるんですね。こういったあの液体肥料があります。普通ね1000倍で薄めてやりますけども、1000倍か1500倍ぐらいでね薄めてあげるといいかなというふうに思います。私はもう1000倍に薄めて やってますけどね、水代わりにやってほしいと思います。4つ目、これが一番大事なんですね。今ね切り戻しというのをやりました。でこのままでもね、あらかた満開になります。こんな感じでね金魚草がいっぱい、黄色い金魚草が咲くんですけども、実はですねもう一回だけ摘心をやるね、摘心をやるっていうのが非常にこう大事ですね。例えばここにね、こういったものがあります。今切ったつぼみがありますね。つぼみっていうかあの、枝先を切ったんですけどね。だからもう一回ねこう2枚葉っぱがありますので、今これ1段2段3段目3段目の上ぐらいで切ってるんですよね、こうね。ですからこれ一番上をね、次回は切る、ここですね、見えますかね皆さん、直印とこれだけでいいんですよ。これだけやってもらうとですねめちゃめちゃ金魚草を咲いてくれます。でこのままでも咲くんですよ、先ほどから何回も言いますように。このままでも満開になります。でももう一回一手間ねやると超満開になるんですよ。これぜひね、チャレンジしてほしいなというふうに思います。これが今日のポイントなんですね。はい、皆さんもぜひねこの一緒に金魚草、まあ、雨がね結構1週間ぐらい降りましたんで、結構ね弱ってると思うんですよね花がね。ですから一回切り戻しをしていただいて、そして摘心をやる、それ超満開になりますからね、ぜひ皆様やってほしいなというふうに思います。最後になりましたがね、いつもコメントグッドありがとうございます。チャンネル登録してね花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。今日もね最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。